ブラックバーンローバーズの FW 大橋勇気が現地メディアで高評価を得ている。ブラックバーンは17日、チャンピオンシップ第3節でのリッチシティと対戦。デビューから2試合連続でゴールを記録する好調の大橋はベンチスタートとなった。それでも、64分に大橋が途中出場するとチャンスを生かす。1点を追う87分。 カラムブリテンの右サイドからのクロスをダイビングヘッドで合わせて値千金の同点弾を記録。大橋の公式戦3試合連続ゴールもあり、試合は2-2のドローに終わっている。地元メディア、ランカシャーテレグラフでは大橋に7と高評価を与え、以下のように評価している。出場後、ほとんどボールを見ることができず、 ゴールを保持することもできなかった。しかし、鮮やかなヘディングシュートでゴールを決めた。